チャイナエアラインの航空事故及びインシデントでは、中華民国の航空会社である、チャイナエアラインの航空事故及び重大なインシデントを一覧にしたものである。なお、社名については、事故当時の名称とする。1969年1月2日、台東から高尾に向けて巡航中の中華航空227便、ダグラス DC-3 型機が、乱気流に遭遇し墜落。 乗員乗客24人全員が死亡した。1970年5月23日、到着が大幅に遅れていた、台北発大阪経由、東京行きの中華航空802便ボーイング707型機が、特例で4時に着陸することになった。管制官がこの時滑走路で標識塗り替え作業を行っていた、作業員にその旨を連絡しておらず、 さらに航空機からもスモックの影響で作業員の姿を確認できなかった。結果、着陸の際に旅客機の主客が滑走路上に停車していた作業用ライトバンに接触、運転席にいた職員が圧死した。旅客機の方は無事に着陸した。1970年8月12日、中華航空206便 y s 1 1型機が悪天候の下 台北松山空港への着陸に失敗し墜落。乗員乗客31人中14人が死亡、17人が負傷した。1971年11月20日、大阪から台北を経由して、香港に向かっていた中華航空825便カラベル機が台湾海峡で空中爆発し墜落。乗員乗客25人全員が死亡した。 爆発物による航空テロの疑いがあるとされている。1979年9月11日、訓練飛行のボーイング707から324新型機が離陸直後に中西国際空港近くの海に墜落、乗員6人が死亡した。1980年2月27日、中華航空811便ボーイング707の309新型機が マニラ国際空港での着陸に失敗し、乗客二人が死亡した。1985年2月19日、台北からロサンゼルスへ向かう、途中の中華航空006便ボーイング 747SP-09 型機の第4エンジンが異常により停止。本来なら自動操縦を解除し、方向打を操作して、機体のバランスを図るべきところだが、機長らは、 自動操縦に依存しすぎていたため、やがて機体が失速速度まで減速し、サンフランシスコの沖合で切りもみ状態になって降下した。およそ2分間で1万メートル近くも垂直降下したが、途中偶然に展開状態となったランディングディアがエアブレーキの働きをしたため機体のバランスを取り戻すことに成功し、サンフランシスコ国際空港に緊急着陸。 機体は大きく損傷し、多数の重軽傷者を出したものの、幸い死者は出なかった。1986年2月16日、台北から宝庫諸島に向かっていた中華航空2265便、ボーイング737の281型機が着陸寸前に、近くの海上に墜落、乗員乗客13人全員が死亡した。 なお同期は1969年に製造され、以前全日本空輸が運航かつ、日本で最初に導入された、ボーイング737であった。1989年10月26日、カレンから台北に向けて出発した中華航空204便、ボーイング737の209型機が、離陸直後に散腹に激突、乗員乗客54人全員が死亡した。 パイロットが出発経路を誤ったためだった。1991年12月29日、貨物便として運航されていた中華航空358便、ボーイング747の 2R7 階型機が、台北の中西国際空港から離陸上昇中に、第3エンジンを主翼に止めるヒューズピンが破断し脱落。同時に第4エンジンも脱落し、 台北郊外の丘陵地帯に墜落、乗員5人全員が死亡した。1993年11月4日、中華航空605便ボーイング747の409型機が、香港の京都空港への着陸時に逆噴射のタイミングが遅れたためにオーバーランし、滑走路先の海中に落下した。死亡者は発生しなかったものの10人が負傷した。原因は、 台風からの強風に煽られ操縦ミスを犯したためだが、同空港には、香港カーブと呼ばれる着陸の際に操縦士にとって相当な技量が要求される空港であった。同期は製造後1年に見たない新鋭機であり、またボーイング747から400が全損する初の事故であった。水没した機体は垂直尾翼が切断された後、引き上げられ解体された。 1994年4月26日、名古屋空港に着陸しようとしていた中華航空140便やバス a 300バイト、4から 622R 型機が、自動操縦装置の誤操作と、自動操縦装置の異常な動作により着陸また、行中に失速して墜落。乗員乗客271人中264人が死亡、7人が重傷を負った。 この事故では保証額をめぐって遺族と中華航空側との間で隔たりがあり2007年まで法廷で争われた。なお日本国内で起こった中華航空の墜落事故は本県のみであるため日本国内では単に中華航空機墜落事故と呼ばれている。1998年2月16日チャイナエアライン676ビニアバスへ300バイト 4から622 r 型機が滝が中西国際空港近くの住宅街に墜落、乗員乗客196人全員と近隣住民7人の合わせて203人が死亡した。1994年に発生した中華航空140便の事故と同機種で、しかも事故の状況や理由が告示していたため、チャイナエアラインは大きな批判を浴びた。 1999年8月22日、バンコク発香港経由、台北行きのチャイナエアライン642便、マクドネルダグラス MD-11 型機が、台風による強風の中香港国際空港に着陸しようとした際、突風に煽られて機体が傾いたため、主翼から設置し機体がひっくり返って炎上。幸い火はすぐに消し止められたが、乗客3名が死亡。 203名が重軽傷を負った。現在の香港国際空港発の死亡事故となった。2002年5月25日、チャイナエアライン611便ボーイング747の209バイト型機が台湾海峡上空で空中分解して墜落。乗員乗客225人全員が死亡した。過去に同機は尻餅事故を起こしており、 この際の機体スキンの修理が不適切だったため、金属疲労による亀裂が徐々に進行していったものと考えられている。2003年9月20日、福岡空港から台北へ向けて、離陸直後のチャイナエアライン111ビニアバスへ、300から600型機で、ノーズギアの格納扉が閉じていないことを示す、警告灯が点灯したため、1時間後に福岡空港へ緊急着陸した。 問題の格納扉を取り外した後で再度出発したが、やはりノーズギアが格納できず、再び福岡空港に緊急着陸した。乗客210人に怪我はなかった。最終的に同期の運行は中止となり、乗客は約10時間遅れで大大機による臨時便で台北に向かった。チャイナエアライン120便事故期2007年8月20日。 台北からのチャイナエアライン120便ボーイング737の809型機が那覇空港に着陸したキシング後、中期スポットに停止する寸前で燃料の漏出と右エンジンからの出火が確認され、乗客全員が避難した後に爆発した。機体は全焼したものの乗員乗客に死者はなかった。事故機が那覇空港に着陸してスラットを格納した際、トラック間に 発口が生じた。この発口から、前園スラット側に燃料が漏れ、事故機がスポットで停止した後、漏出した燃料が高温になっていたエンジン後部に接触して引火し、火災が発生したものと考えられている。2005年4月に撮影された、事故機2007年9月20日、チャイナエアラインのチャーター機であるボーイング737から800型機が、 佐賀空港に着陸後、後部ドア付近に胴体に77センチメートルの亀裂が見つかった。原因は、機内トイレなどからの水漏れによる腐食であった。なお、同年10月5日、仮修理を終えた同期は、乗員二人で台湾に向けて離陸しようとした際、滑走路をオーバーランし、仮想台等日光を破壊したものの、過労うじて離陸に成功した。しかしその後、 景気表示に異常が発生したため、佐賀空港に引き返した。原因は、ピトー管に虫が詰まっていたためであった。ありがとうございます。